皆さんこんにちは。元日テレのアナウンサーの夏目未来さん。夏目未来が家庭内別居や離婚確定の真相と愛人関係だった男性の正体について紹介します。まずは夏目未来さんの経歴とプロフィールから紹介します。夏目未来は日本の元フリーアナウンサー、元日本テレビアナウンサー、引退前の所属事務所は田辺エージェンシー、夫はお笑いタレントの有吉弘行。夏目未来は1984年8月6日に大阪府箕面市で生まれました。聖母妃昇天学院小学校と同社女子中学校、同社女子高学校を卒業しました。中学と高校では新体操部に所属し、京都大会で団体3位に入賞した経験があります。また高校生英語スピーチコンテストに出場し最優秀賞を受賞しました。大学は東京外国語大学外国語学部に進学し、スペインカタリベに所属してフラメンコを習得しました。大学時代にはバラエティ番組にも出演しフラメンコを披露していました。大学の授業で外国語の習得には日本語の習得が必要であることを学び、アナウンサーを意識するようになったといいます。有吉弘行は日本のお笑いタレント、司会者、広島県安芸郡熊野町中高出身、太田プロダクション所属、コンビ猿岩石の元ボケ、ネタ作りを担当、身長172センチメートル、体重62キログラム、血液型 A 型、妻は夏目未来、一児の父、広島県観光大使、東京銀座の広島県アンテナショップの店名タウ名付け親、江戸川区インド人会名誉アンバサダー、自称太田プロの真珠、広島が生んだ怪談児、軍人ロックスター。夏目未来さんの経歴からも分かるように、実家がお金持ちのアナウンサーといえば必ず名前が上がる波さん様は、数々の会社を企業視聴者番付にもランキンしたことがあるすごい方なのだとか。夏さんの父親の名前はさん、夏目未来の父親夏目未さんは1997年に大阪市西区でホームページ制作会社ホットポットを創業し、他にも数々の会社を立ち上げたすごいお方なようです。2003年には長者番付にもランクインしたことがあるそうで、2010年には E ガーディアンが東証マザーズに上場し、2012年には売上が20億円以上にも上っていたということで、現在の資産は数十億はぐだらないでしょう。実家も2013年発売の週刊フラッシュでは、父親は IT 企業 E ガーディアンの創業者で、現在は別の IT 企業の役職にある父親の住所を訪ねると、大阪市の中心部にある50階建てのタワーマンションの48階と報じられていました。母親に関しては2011年頃離婚しているそうで、離婚後にお父さんだけがタワーマンションに住んでいる可能性が高そうです。夏目さんの最初の熱愛報道が起こったのは2008年4月でした。お相手は広告代理店勤務の一般男性と言われています。当時の彼氏のスペックが漫画に出てくるようなセレブっぷりで話題となりました。しかしこの彼氏は根っからの遊び人だったようです。そのせいもあってか、この交際が重大な問題を引き起こすきっかけとなります。夏目さんは2009年9月に週刊誌フラッシュで否認具を持ってカメラ目線の夏目さんの写真が流出してしまいました。当時青春派イメージとして知的美女アナウンサーとして売り出していたばっかりに大きなダメージを受けてしまいます。気になるのは情報提供者の存在ですが、おそらく付き合っていた彼氏から知人の手に渡り流出したのではないかと言われています。夏目さんのような人気のある美人と付き合っているとなれば自慢したくなりますからね。この写真で週刊誌編集部は50万円近くの謝礼を払ったという噂が立っていたので、夏目さんに恨みがなくてもお金目的で打った可能性も考えられます。この報道の直後、夏目さんは N さんと別れています。夏目さんの第二の交際報道は芸人の有吉弘行さんでした。2016年に熱愛&妊娠報道が出て世間を驚かせました。当時の新聞でも大々的に報道されており、大きな話題を生みました。夏目さんと有吉さんは怒り浸透という番組で共演していました。番組内で2人は息ぴったりのようだったので、かなりお似合いな関係だったのではないかと思われていました。ところが双方の事務所がすかさず事実無根と完全否定。その結果、
2016年9月1日に夏目がスポーツ日本の一面トップで記事に書かれているような事実はありませんと交際や妊娠を否定する事態となりました。しかし2021年に2人は結婚を発表。もしかしたらこの時から付き合っていたのかもしれませんね。ゴシップレベルで噂されている内容として、夏目さんの所属事務所田辺エージェンシーの田辺正一社長の名前が挙がっていました。そのようにささやかれるエピソードとして、田辺社長による夏目さんへの超愛っぷりが半端ないことがあります。近藤無の画像が流出してしまったことにより、夏目さんには仕事が激減し TBS を退所しています。失意の中に手を差し伸べた人こそが所属事務所の社長である田辺正一社長です。田辺正一社長は自らテレ朝と日本放送に出向いて、夏目にもう一度チャンスをください、お頭を下げていました。当初テレ朝ではわざわざ渦中の栗を拾わなくてもいいのではと夏目三久アナの起用に反対する声も多かったのです。しかし田辺サイドからの強い要望で制作チームが企画を考えました。その結果、碇新党という番組の MC を獲得しました。他にもマスコミ対策からか、田辺社長の一声で夏目さんは都内の高級ホテル暮らしをしていたようです。しかし所属タレントとその社長の関係にしてはあまりにも仲が良かったため、付き合っているのではという噂が流れたようです。しかし決定的な証拠はなかったようなので、この話はデマなのではないかという説が有力視されています。夏目三久さんは実は有吉弘行さんと結婚されています。2021年エイプリルフールの1日に都内で婚姻届を提出したそうです。この日夜には所属事務所を通じて連名の直筆ファックスで4月1日に結婚いたしましたと発表しました。文書はまず有吉弘行さんが柄にもないことで少々恥ずかしいのですがと書き始め、今後は2人で力を合わせて穏やかで幸せな家庭を築いてまいりますと決意を新たにし、1日の結婚を報告していました。続いて夏目三久さんが有吉弘行さんと夫婦になり、この上ない喜びと幸せを感じておりますと心境を告白していました。そして再び有吉弘行さんが、これからの日々を大切にゆっくりですがしっかりと2人で人生を歩んでいきたいと結んでいました。昨年12月上旬の夕方、都心の高級マンションから姿を現したのは元日本テレビアナウンサーの夏目三久さんだ。近隣住民はこの辺りは古くからの高級住宅街で、夏目さんはおしゃれなメガネをかけて愛犬のトイプードルの散歩をしていました。夏目さんはどことなくお肌周りがふっくらして見えましたねと言いました。21年4月に人気芸人の有吉弘行と結婚を発表し、同年9月に芸能界を離れた。結婚後有吉はラジオやテレビで奥さんがと言いながら嬉しそうに夫婦で出かけた旅行や買い物のエピソードをたびたび明かすなど幸せオーラ全開だ。夏目三久さんは結婚を機にアナウンサーとしての活動を引退しました。その理由については、仕事の緊張感や重責を感じており、家庭を優先したいという思いが大きかったようです。現在は結婚生活を進んでおり、将来については安らげる場所を作りたいと話しています。しかしコロナの影響により帰宅拒否や離婚の可能性も考えられる状況であるとも言われています。夏目さんがスーパーで両手いっぱいの食材を買い込む姿も目撃されている。有吉は今年の年末には NHK 紅白歌合戦の司会を務めるなど活躍が続く。愛妻との穏やかな日々こそがその原動力なのだろう。有吉弘行が3日 JFNK ラジオ有吉弘行のサンデーナイトドリーマーに生出演し、妻で元アナウンサーの夏目三久さんとの間に第一子が誕生したことを報告した。冒頭アシスタントのアルコ&ピース平子祐希と宮下草薙幸喜をやたらに気遣い、2人からなんか違うと言われると、そう思う、僕子供生まれたんですとサプライズ発表。ついつい父を破っちゃって出ちゃうんだよな不正がなどと照れまくった。性別については今後のことを考えてと発表しなかったが、番組でピアスの話題になると、人生自由気ままに楽しんでもらいたい、俺も自分の子供にはそうあってほしいなって思ってるよ
ピアス入れて、タトゥー入れてね、自由に生きてほしいなどと寛容な一面も披露し、すみませんね、新米パパなんでとにんまり。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。